平成22年度日野市立平山小学校研究発表会を行います。学力向上の基盤は基本的な生活習慣にあると考え、日頃から学校と保護者、地域で共に力を合わせて児童の基本的な生活習慣をきちんと身につけさせることに力を入れてまいりました。私どもは学校の教員もですね、含めてですね、ぜひ実践の研究をやっていただきたいんですね。シャウェルソンという学者がおりますけども、一番いい言葉は私は教師の成長だと思ってですね、教員というのはね、子供と同じようにね、ずっと成長していくんだ。で、そういう成長するために私たちは絶えず自分というものを磨いていって、そして子供と同じように私たち自身もですね、いろんな面でですね、この成長を遂げる、そういうものなんだ。私はこの平山小学校を含めてですね、将来の素晴らしい新しい目、方眼というのはですね、いくつも出ているなというふうに思っています。そういう中で、このこうした不確実不透明の時代にはですね、やはりこの人と知恵というものをどうやって育んでいくか、そのことに尽きるんじゃないかなというふうに思っています。この ICT の技術を使いました新しい学びということもですね、この皆さん方のご協力を得て、いろいろな地域で始めていきたいというふうに思っていますし、ただいまより本校の研究実践報告を始めます。よろしくお願いいたします。子どもたちの学力を上げたい、私たちはその願い一心でこの2年間研究に取り組んでまいりました。そして何よりも指導方法の工夫です。この2年間の研究はとにかく教師自身が学ぶこと、そのことをまず根底にしっかり取り組んでまいりました。教師が学ぶことで授業は変わる、これはこれからも続くと思いますが、我々はそういう根底でやっております。学力の向上ということと、それから ICT の活用によるさまざまなその学びのイノベーションということの取っかかりになるお話をさせていただきたいというふうに思っております。我が国の学校における ICT 環境ということで見ますと、これは昨年度の補正予算で、かなり環境は改善されてきましたけれども、子どもたちの一人一人に応じた学びと、それから子どもたち同士が教え合い学び合うような共同的な学びっていうのが重要ではないか。例えばその自分の興味関心に応じてどんどん勉強していくというような場合、あるいは自分のつまずいたところでは前の学年のところに戻っていくとか、そういった内容のものが入ったものが学習になる教科書ということで、今、まず電子黒板が入っております。でその後、これから、環境が整備されていけば下のようなものも出てくると。コンピューターが一人一台ずつあれば自分の考えを試してみて、その反応がコンピューターの画面上で何か反応が起こって、そこから自分なりに学び取るっていう、そういう意味での個別もあると思うんですね。我々もそうなんですけど、デジタル教科書という言葉が使われているんですが、想像しているものがそれぞれ違うと思うんですよ。いくつか今日のせっかく授業をやってくださって、本来ですと各学年各、ブロックの分科会等が、あればよかったと思いますが、時間的なこともありますので、個別学習、一斉学習、共同学習というその学習形態、何かその独立しているような、思われ方をするかもしれませんが、子ども三角形、そんなにない四角はいっぱいありますね、まるまる。でも三角形見つけられないんじゃないかって言ってたんですけど、実際にはうまい角度で撮ると階段のところが三角形に見えるとか。今ここに立っております本校の教員はご覧のように若い集団です。みんながチームを組み、信頼と絆で一つの目標に向かって挑戦する、まさに今話題の宇宙戦艦ヤマトのようなチームワークの良さは私の自慢です。
これからも私たちは保護者、地域の皆さんと子どもたちを育てるために歩んでいきます。